聖徳院は神戸市中央区にある寺院。高野山真言宗、準別覚本山。境内に稚語大師、修行大師を奉仕。また、明治から大正までの聖徳院の縁起を濃くした従宗聖徳院碑がある。この石碑は、裏滝道に聖徳院があった時、その境内にあった。昭和59年高野山奥の院に、聖徳院墓碑を建立し、希望した男信徒の分骨、納骨を行っている。開基、創建は不詳であるが、次号を聖徳院と称する寺院が、大和国高市郡久米村霊前山にあったが、書道は荒廃し、破壊放置されていたが、寺僧らが協議し、聖徳院の本尊、弘法大師、脇仏、不動明王を高野山南谷にある大乗院に遷座、安置した。その後、藤原姓を称する、利安法院が、慶長18年に、高野山に、聖徳院を再興した、中興の祖とされている。利享法院は、幼少の頃から、醍醐山に入り剃髪、受戒して、学問修行に励んでいたと伝えられる。明治時代になり、弘法大師、不動、明王、地蔵菩薩を本尊として信仰する講社が、各地にあり、積極的に、各寺院の信仰を経済的に支えていた。聖徳院の前身で信仰的な支柱となったのは明治初期の泰信公という講社であった。泰信公は特に熱心な活動を行っていた。神戸市内を中心にして公院があり、その公本部が裏滝道にあった。泰信公の役員が自覚を取得しようとして高野山に働きかけた。その結果、高野山大乗院の達中であった聖徳院を泰信公の公本部に明治23年春に移転した。寺院の次号を聖徳院として、要救済する道場と布教の拠点として、高野山大乗院、泰仁阿闍梨により、道雨の建設が始まったが、泰仁阿闍梨が数年後に遷下し、道雨は完成されないままの状態で、数代の住職が新参するに至った。その後、大正4年9月2日付で、高野山光台院により、岡田実藩僧正が、第6世住職として新参し、聖徳院の建築工事が、大正6年に着工し、大正7年12月に完成した。大正8年春に、高野山館長、三門幾範大僧正に移植して、楽慶法要を行った。昭和16年3月28日付で、準別覚本山に昇格した。しかし、昭和20年6月5日、太平洋戦争の空襲により、聖徳院本堂、山門、庫裏など、すべてが灰燼に帰した。昭和24年3月4日付で、第8世聖徳院住職に新参した、藤田良前総生は、聖徳院がある現在地に本尊、脇仏のみを祀る祭壇と住居を兼ねた約25坪の、寺院を建立した。本堂の再建のために尽力し、ようやく昭和34年5月31日に現在地にて本堂の楽慶法要を行った。その後、昭和38年より本堂内陣の拡張工事を計画し、昭和40年10月24日に改修された本堂の楽慶法要が行われた。平成7年の阪神・淡路大震災では一部が破損したが、鉄筋コンクリート作りのために、倒壊には至らなかった。ありがとうございます。